こんにちは、ばあばです。今日はこのくる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 とずっと形が変わり続ける変身キューブの作り方をご紹介します。折り紙4枚で作ることができる楽しいおもちゃです。以前別の動画でこのように同じ形の変身キューブの作り方を2種類ご紹介していますが、こちらの変身キューブは8個の立方体をまず作って、それをつなげて完成させてあります。今日作るのは折り紙4枚で作れる形になっています。ではこの変身キューブ、早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が4枚と、あとハサミとセロテープになります。4枚の折り紙はまず2枚ずつ同じ色で作ると作りやすいと思います。慣れたら全部同じ色や4色とも違う色にして作ってみてください。これから折っていくときに、まずたくさん折り筋をつけていくことになりますが、折り筋をつけるときは縁と縁、角と角がそれぞれぴったり合うように丁寧に折って、そして折り筋をしっかりとつけていくようにしてください。そうすることで最後綺麗な形に仕上げることができます。まず白の面を上に置いて、下の縁が上の縁に合うように折り上げます。縁と縁、角と角がずれないようにぴったり合うように丁寧に折っていってください。次は上の縁が下の折り目に合うように1枚だけこのように半分に折り下げます。さらに下の縁が今折った折り目に合うように折り上げます。裏返します。こちらも同じように折っていきます。上の縁が下の縁に合うように折り下げて、そして下の縁が上の縁に合うようにさらに折り上げます。そして半分開いて、このように白の面が出るようにして、下の縁と上の縁がそれぞれ真ん中の折り目に合うように折っていきます。開きます。このように8等分の幅に折り筋がたくさん入っています。今つけた折り筋がこのように縦になるような向きで置いて、そしてこちら側の向きでも今と同じように折っていきます。まず下から上に半分に折り上げて、上の縁と下の縁が合うように折り下げます。下の縁を今折った折り目に合わせて折り上げます。裏返して、こちらも同じように上の縁が下の縁に合うように折り下げて、下の縁が上の縁に合うように折り上げます。真ん中を開いて、下の縁と上の縁が真ん中の折り筋に合うように折っていきます。開きます。次は色の面を上に置きます。そして角を内側に折っていきますが、ちょうどこの折り目2つ分のところ、折り目2つ分のところから角をここまで折っていきます。このように折って、折った時にここの縁とここの折り筋がぴったり合うように折ってください。残り3箇所の角も同じように内側に折っていきます。そしてさらに角を内側に折っていきますが、その時にちょうど隣の三角形の縁のここの折り筋、隣の三角形の縁のここの折り筋に合うように、このように折り上げていきます。折り筋をしっかりつけたら開いて、残り3箇所も同じように折っていきます。全部開きます。白の面を上に置きます。これからハサミで3箇所切り込みを入れていきますが、切り込みを入れる場所はまず縦の中心の折り筋、この折り筋が下からずっとハサミを入れていって、そして最後の1マス分の幅だけ残して切っていきます。次は横の中心の折り筋。まず右側からこのようにハサミを入れて、中心から1マス分開けて、ここまで切っていきます。左側も左からずっと切り込みを入れて、中心から1マス分の間を開けて切っていきます。今印をつけたところを切っていきます。折り筋からずれないように丁寧に切っていってください。のように切り取れました。次はこの4箇所1つずつ折っていきます。まずここの部分ですが、この4つの縁それぞれ折り筋がこのようについていて、このように縁の中心に三角形の折り筋の山があって、この縁の中心の山がこの中心のところに合うようにこのように寄せてきます。折り筋がついているのでその通りに寄せてくると自然とこの角もこのように上が四角に平らに折りたたむことができます。そしてこのつながっている部分ですが、この隣とつながっている部分はこの中心に来たここの角が外側の角に合うようにこのような斜めの線で外側に折り返しておきます。隣とつながっている部分だけこのように折り返すとこんな感じに折りたたむことができます。残り3箇所も同じように折っていきます。次にこの隣の部分ですが、やはりこの縁の中心がこのように紙の中心に来るようにこのように寄せるように折りたたんできて、そしてそれぞれこのように上が四角に平らになるように折りたたんで、隣とつながっている部分だけは中心に来たこの角が反対側の外側の角に合うようにこのように折り返しておきます。次は上の2つですが、上の部分はこことここ2箇所つながり部分がありますが、折り方は一緒です。まず縁の中心が紙の中心になるように寄せてきて、そしてこのつながっている2つの部分はこのように外側に折り返していきます。こちらも同じように折っていきます。そうするとこのように折ることができました。次はこの下の2つのこの四角の部分、下の半分をこのように上に折り上げて、そしてここの縁がここの縁に合うようにこのように折っていきます。ちょうどこの角から下の中心の角このような線が、この線が谷折りになるように、このように折り返して、ここの折り目はしっかり折ってください。そうするとこのように側面が立ち上がってきます。そしてここの今折ったこの三角形部分が下のこの白い三角形の下の隙間に入るように、このように三角形部分を下に入れ込んでおきます。このように側面が立ち上がります。こちらも同じように折っていきます。下のこの半分をまず上に折り上げて、そしてこのような斜めの線、ここの縁がここの縁に合うように、今引いた線が谷折りになるように、このように折って、折ってできたこの角が下の三角形のここの隙間に入るように、このようにして側面を立ち上げていきます。次はこの上の部分ですが、この横のここの部分をまず左側にこのように半分に折って、次はこの縁が外側の上のこの縁に合うように折り上げていきます。ちょうどこの上の角とこう真ん中を結ぶこのような斜めの線で折り上げる感じです。そしてできたこの角をこの下に入れ込んでいきます。次はこちらの半分の部分を右側に折って、そしてここの縁が外側の縁に合うように、このような線で折り上げて、この三角形部分を下のここの隙間に入れていきます。はい、このような感じに一つのパーツが完成しました。残り3枚も同じように折っていきます。はい、全部で4つのパーツができました。まず、同じ色同士を組み合わせていきますが、この中心のつながっているこの三角形の部分、白い三角形を半分になるように、この白い三角形を向こう側に半分に折るようにすると、このように折ることができます。2つとも同じように、この白い三角形が向こう側に折るように、このように縦長にして、そしてこの立ち上がっている側面と側面が合わさるように、このように合わせて、そしてまずこことここ、一番上のこの部分と一番下のこの部分をセロテープで貼り合わせていきます。セロテープを用意して、まずこの部分貼り合わせて、そして貼り合わせる時に気をつけたいのは、この貼り合わせる時に縁と縁、角と角、全部ぴったり揃うように丁寧に貼り合わせていってください。次はここを貼っていきます。貼る時のテープの幅は、この一つの縁の幅よりも狭く切り取って貼るようにしていってください。このように貼って、そしてもう一つこちらの青い方も同じように貼っていきます。この白い三角形部分を向こう側に半分に折って、そして立ち上がっている側面と側面が合わさるようにして、こことここをセロテープで貼っていきます。貼るときはしっかり角と縁がずれないように貼っていってください。そうすることで綺麗に仕上げることができます。はい、このように2つ同じように組み合わせたら、まず1つのパーツはこの上のこの縁が真ん中にこのように寄るように、このように形の向きを変えて、このような箱のような形になるようにしておきます。もう一つはこの三角形が、白い三角形が4つありますが、この三角形のここの横の折り筋、ここにある横の折り筋が山折りになるように折っていきます。このように折って、こちらも同じように山折りになるように折ると、このような感じにまず折れますが、このように折ってから中心を開くと、このように色の面が出るようになっています。このような感じです。そしてこの状態になったものを、さっき箱状の形にしたここにこのように重ねて、箱の中に入れるような感じに重ねて、このように2つを組み合わせます。そしてこれからこの2つのパーツをセロテープで貼り合わせていきます。色が違うところ、紫と水色が重なるところ、すべてこれからセロテープで貼っていきます。色の違うところはすべて貼って、逆に色が同じ、例えば水色と水色、このようなところを貼ることはありません。色が違うところをつなげていきます。まず端っこのこことここをこのように貼っておきます。縁と縁がぴったり合うように、角と角がずれないように気をつけながら貼り合わせていってください。反対側も同じように貼り合わせていきます。慌てなくていいので、丁寧に縁や角がずれないように貼っていってください。そしてこの横のところも水色と紫が重なるところを貼っていきます。一つ一つのパーツの縁をそれぞれ、一つ一つのブロックをそれぞれ貼っていってもらうので、セロテープをたくさん貼るのでちょっと手間ですが、頑張って貼っていってください。こちらも全部の縁を貼り合わせていきます。今はこことこの部分を貼り合わせました。一度くるっと向きを変えて、このように内側が出るようにして、次はこことここ、貼り合わさっていない水色と紫の境をどんどん貼っていきます。そしてこのようにくるくるくるっと回転させていって、このようにまだ貼り合わされていない面を出して、こちらもどんどん貼り合わせていきます。くるくるくるっと回しながら、水色と紫のチが貼り合わされていないところはないかなと確認しながら全部貼り合わさるようにしていってください。くる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 回して全部貼り合わさったと確認できたら、これで変身キューブの完成です。くる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 とずーっと回転し続ける楽しいおもちゃが完成しました。4枚の折り紙を折るのが最初ちょっと難しいなと感じるかもしれませんし、最後セロテープで貼り付けるのも貼り付ける枚数がとても多いので、慣れないうちは大変かなと、めんどくさいかなと思うかもしれませんが、完成するとこのようにとても楽しい変身キューブが出来上がります。ぜひ頑張って作ってみてください。この変身キューブ作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタン押していってくださいね。変身キューブ作れたよという報告もぜひコメント欄に書いてください。待ってます。